ひどん。ああ起爆受けたか。何度も同じ手を食らうかよ。ひどん上だ。起爆しない。やられたな。影真似手裏剣の術成功。俺が投げたそいつはチャクラ刀だ。知ってんだろうが、この起爆札はフェイク。紙切れか。こいつの狙いは鼻からこのチャクラ刀。こいつかなりの切れ目。てめえまで捕まってどうすんだよ、カキザ。おいおいおい、こりゃはっきり言ってまずいんじゃねえのか。うまくやったな。やろう。起爆札で攻撃したあの時か。煙に紛れて右腕を地面に。ならばきちんと距離を取って次の手を仕掛ける。俺の連れと違って賢い。うん？カクザ！連れと違いってのは一体どういう意味だよ！今だ、長次！一体敗戦者！カクザ！直接攻撃が効かねえとなるとどうする。しかまる。バカな、気配もなくこの俺の背後から。お前物理攻撃効かねえんじゃなかったのか。そうだ、カカシ先生はどうやってあいつを。そうか、お前がシャリンガンのカカシ。そろそろやべえかもな、カカシ先生。影真似はもう限界だな。カッコつけて終わりだとかって言ってたのにな。どういうことだ。急所は外れていないはず。ねえ、シカマル、どうなってるの。さあな。けど、あいつ相手じゃ少々のことじゃ驚かなくなってきたぜ。さて、じゃやるか、カクズ。ああ、気をつけろ、調子。うん。本当、熱い。ライトン、ギアン。間に合わねえ。しかしこれだけ高レベルの術は己の持つチャクラの性質と合致しないと出せないはず。カトン、ズコック。
やるな、やっぱ。とは言ってもシャリンガンを使ったまま雷霧を4発、グズグズはしてられないな。おそらく奴本体を含め体から出てきた化け物それぞれに心臓があり、そのすべてが奴のもの。よく気づいたな。その通り、お前らの心臓でな。なるほど。なんだそのざま。貴様こそ影分身に気づかないとは。ありゃりゃ、見てた。またそれか。そんなに俺の鎌と能力が怖いか。影で拾って投げたのか。空中なら身動きが取れない。カトンと封筒の面が。カカシ、お前に減らされた分はお前の心臓をいただく。そっちか。あのライトンの化け物の心臓を取り込んだんだ。今度は逃がさん。空トン、螺旋岩、水トン、多本流、不風水化の術。遅くなったよ。すまねえってばよ。いいタイミングだ。造園助かった。こんな格好悪い先輩は初めて見ましたよ。この敵相当強いですね。こっからは俺がやるってばよ。
多重影分身の術。なんなのあれ。すごい高音。空洞螺旋手裏剣。何ほらしまっ。うっ、だけつけといてナルトらしいっつったらナルトらしいけど、なんだよ、当たればすげえんだぞ。うん、それじゃあ当てられないよ、あんなやつ相手に。もう一度俺にやらせてくれってばよ。真術で決めてやる。修行中に俺に言ったこと覚えてるか。四代目火影を超える忍びはお前しかいないって、そう信じてる。影分身の術できた。あの術さえ潰せば怖くない。何、影分身だと。当たれ。攻撃回数が桁外れだ。車輪なんでも見切れなかった。